ランディ・ジョンソン、ランドール・デビッド・ジョンソン、ランドル・デビッド・ジョンソン、1963年9月10日台、は、アメリカ合衆国カリフォルニア州、コントラコスタ軍、ウォールナット・クリーク出身の元プロ野球選手、投手。左投げ右打ち。三歴代最多となるサイヤング賞5度受賞、歴代2位の通算4875、脱三振を記録した、メジャーを代表する、 サワン投手。ニックネームはビッグユニット。6歳の時に野球を始め、同時に一番好きなスポーツとなった。本格的に野球をするため、8歳の時にリトルリーグ入団のオーディションを受けたが、体が大きすぎるため年齢差称を疑われ、母親が身分証明書を見せたことで、やっと入団が許可された。の MLB ドラフト全体位で、 アトランタブレーブスから指名を受け、契約金4万8千ドルを提示されるが、今プロに行っても、将来的な保証が何もないという父の意向により、契約せずに、南カリフォルニア大学へ進学。大学では2年生までとしていたが、3年生から野球に集中する。大学時代は、マーク・マグワイアとチームメイトだった。の、MLB ドラフト2巡目。 全体36位で、モントリオールエクスポズから指名され、プロ入り。は A 級で119.2イニングで133、脱三振の一方で94死球。は A 級ジャクソンビルエクスポズで140イニングで163、脱三振ながら128死球を記録する。和有力士である、ベースボールアメリカの選ぶ、期待の若手第3位に選出される。 a a a 級インディアナポリスインディアンスで系統でのノーヒットノーンを達成するも敗戦投手となる新記録を残す7回を無安打に抑えるが初回に至球で出した走者に2つの盗塁を許し自打者の内野ゴロで失点セプテンバーコールアップでメジャーに昇格し9月15日のピッツバーグパイレーツ戦でメジャーデビュー九月二十日のシカゴカブス戦で十一三振を奪って メジャー初関東を記録するなど3勝敗、防御率2.42の成績だった。は、開幕から先発ローテーション入りするが請球が悪く、0勝4敗、防御率6.67と低迷し、5月9日にマイナー降格となった。1989年5月25日に、マーク・ラングストン、 後日発表選手のマイク・キャンベルとのトレードで、とともにシアトル・マリナーズに移籍。移籍後も、請球難は変わらなかったが、7勝を挙げる。6月2日のデトロイト・タイガース戦で、球団史上初のノーヒットノーランを達成するなど6月は5勝。0敗、防御率2.240の好成績で、ピッチャー・オブ・ザ・マンスを初受賞。前半戦で9勝3敗、防御率3.68を記録し、 登板機会はなかったが、オールスターにも初めて選出された。14勝11敗、防御率3.65、リーグワーストの1 2支給を記録。オフの日米野球で、MLB 選抜として来日。メジャー選抜は負け越したが、最終第8戦で選抜して、チャック・フィンリーとの系統でノーヒットノーランを達成し、意地を見せた。は13勝10敗、防御率3.98、 リーグ2位の228奪三振、リーグワーストの152支球を記録は初の開幕投手を務める。9月27日のテキサスレンジャーズ戦で18奪三振を記録し、ロン・ギドリーが持つ左投手としてのリーグ記録に並び、9月16日からの3試合で45奪三振は史上2位となった。12勝14敗。 3年連続リーグワーストの144支給だったが、241奪三振で、最多奪三振のタイトルを獲得した。同年のオーラン・ライアンと、当時レンジャーズ投資コーチで、ライアンと二人三脚で、トレーニング方法を開発したトムハウスの二人と出会い、メンタルトレーニングの指導を受けて、請求難を改善させる。5月16日のオークランドアスレチックス戦では8回まで。 無安打に抑えるも9回に安打を打たれノーヒッターを逃した。19勝8敗、防御率3.24、リーグ最多となる308奪三振を記録し、トレード相手のラングストンがに記録した262奪三振の球団記録を更新。3年連続で100以上だった死球も99に止めた。サイヤング賞の投票では、ジャック・マクダウェルに次ぐ2位に入った。 オフに4年総額2025万ドル、5年目は600万ドルのオプションで契約を延長。ビル・クリントン大統領が始球式を務めた4月4日のクリーブランド・インディアンスとの開幕戦で8回にサンディアロ・ロマージュニアに打たれるまでノーヒットに抑えた。5月15日から6月20日にかけて3連続完封を含む7連勝。七月七日のボストン・レッドソックス戦で ラングストンの球団記録を更新する通算75勝目を挙げる。1994年から1995年の MLB ストライキでシーズンが打ち切られたが、13勝6敗、防御率3.19、リーグ最多の204奪三振、9関東、4カンプを記録。サイヤング賞の投票では3位に入った。は、開幕から6連勝を記録し、 オールスターゲームでは、先発投手を務めた。チームは、カリフォルニア・エンゼルスと同率で並び、10月2日のワンゲームプレイオフでは、中3日で、先発、3安打12奪三振で、関東勝利を挙げて、球団創設以来初の地区優勝をもたらす。18勝2敗、防御率2.48294奪三振、歴代7位の勝率、900を記録し、 初の最優秀防御率4年連続の最多奪三振を獲得。ニューヨークヤンキースとのディビジョンシリーズでは緊急登板の影響で第3戦に先発し勝利手。最終第5戦では同点の9回にリリーフ登板し延長11回表に1失点するがその裏に点を挙げて逆転さよなら勝利。インディアンスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは2試合に 先発する、勝てず、チームは2勝4敗で敗退した。オフに、自身初、球団史上初のサイアング賞を受賞。は、追感版ヘルニアと背中の故障のため故障にとどまる。は、復活を果たし、6月24日のアスレチックス戦で19奪三振を記録して、自身の持つ、サワン投手としてのリーグ記録を更新するが、敗戦投手。 前半戦で12勝を挙げ、2年ぶりにオールスターに選出されて、先発投手を務め、2回に、ラリー・ウォーカーと対戦した際に、東部後方へ冒頭し、その後ウォーカーはヘルメットを前後逆に被り右打席、にるというパフォーマンスを行った。8月8日のシカゴ・ホワイトソックス戦でも19、脱三振を記録し完封勝利。その後故障リスト入りするが、月日の、 アスレチックス戦で、リリーフ登板して、ベングリーブから三振を奪い、通算2戦脱奪三振を達成。同時に20勝目を挙げ、球団史上初の20勝投手となった。最終的に20勝4敗、防御率2.28291奪三振を記録し、チームは2年ぶりの地区優勝。ボルチモアオリオールズとのディビジョンシリーズでは、第1戦と第4戦に先発したが共に、 敗戦投手となり、チームは1勝3敗で敗退した。サイヤング賞の投票では、勝利数、防御率、脱三振の3部門すべてで上回った、ロジャー・クレメンスに次ぐ2位だった。は、不調で7月までに9勝10敗、防御率4.33の成績だった。1998年7月31日に、フレディ・ガルシア、カルロス・ギーエン、 後日発表選手のジョン・ハラマトのトレードで、ヒューストン・アストロズへ移籍した。移籍後は11試合に先発し、うち7試合で2桁脱三振を記録するなど、10勝1敗、防御率1.28116脱三振、グレッグ・マダックスの5完風に次ぐ4完風と復調し、チームの地区優勝の原動力となる。サンディエゴ・パドレスとのディビジョンシリーズでは、第1戦と第4戦に先発し、 高等したが共に敗戦投手となり、チームは1勝3敗で敗退した。サイヤング賞の投票では7位。329奪三振で自己最多を更新し、20試合で2桁奪三振を記録した。オフに FA となった。1998年12月10日にアリゾナダイヤモンドバックスと4年5300万ドルで契約は、 援護に恵まれず17勝9敗と勝利数は伸びなかったが、いずれもリーグトップの防御率2.48364、脱三振271.2イニング、自己最高12関東。23試合で2桁脱三振を記録し、サンディコーファックスがに記録したリーグ記録の21を更新、後進オノ・ライアンに並ぶ MLB 記録となった。チームは100勝を挙げて、 史上最速の創設2年目で地区優勝を果たす。ニューヨークメッツとのディビジョンシリーズでは、第1戦に先発、9回途中まで11三振を奪ったが7、失点と打ち込まれ、敗戦投手。チームは1勝3敗で敗退した。オフに2度目のサイアング賞を受賞。は、開幕から7連勝を記録するなど前半戦で14勝2敗。 防御率1.80の高成績を上げ、オールスターでは先発投手を務めた。9月10日のフロリダ・マーリンズ戦でマイクロウェルから三振を奪い、史上12人目の3000奪三振を達成。後半戦は5勝にとどまるが、19勝7敗、防御率2.64347奪三振で2年連続のサイヤング賞を獲得した。3月24日。 スプリングトレーニングでのサンフランシスコジャイアンツ戦の7回に、投球が偶然飛んできた鳩を直撃するハプニングが起きた。投球はノーカウントになったが、ショックを受けてその後打ち込まれた。この場面は全米に放送され、後日動物愛護団体から訴えられた。5月8日のシンシナティレッツ戦で史上4人目の1試合、20奪三振を達成するなど、 前半戦で11勝202奪三振を記録し、2年連続でオールスターの先発投手を務めた。7月19日、前日照明の故障により3回表終了後にサスペンデッドゲームとなったパドレス戦が再開され、3回からリリーフとして登板。7イニングを1アンダム失点に抑え、リリーフ投手としての新記録となる16三振を奪った。21勝6敗。 共にリーグトップの防御率2.49372奪三振を記録。23試合で2桁三振を奪い、奪三振率は13.41で、ペドロ・マルティネスが1999年に記録した MLB 記録の13.2を更新した。同年チームメイトのカート・シリングが293奪三振を記録し、同一チームの2投手合計の奪三振は665。 で、エンゼルスのライアンとビルシンガーが2記録した624を上回った。シリングと2人で計43勝を挙げて2年ぶりの地区優勝に貢献。セントルイスカージナルスとのディビジョンシリーズでは第2戦に先発したが、アルバート・プー・ホルスに本塁打を浴びるなど8回3失点で敗戦投手。ブレーブスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、 1> 第1戦で3アンダー11奪三新艦風勝利。第5戦でも勝利投手となり、初のリーグ優勝に導いた。自身にとっても初出場となったヤンキースとのワールドシリーズでは、第2戦に先発し、3アンダー11奪三新艦風勝利。その後2試合連続でサヨナラ負けを喫するなど2勝を3敗と、大手をかけられるが、第6戦で勝利投手となり、タイに戻す。 最終第7戦ではリードを許した8回途中からリリーフとして登板し無失点に抑える。チームは9回裏にルイス・ゴンザレスのサヨナラアンダで勝利し、史上最速の創設4年目でワールドチャンピオンとなった。3勝を挙げてシリングと共にシリーズ MVP を受賞。3年連続でサイヤング賞を獲得し、 スポーツイラストレーテッド誌の2001年度スポーツマン・オブ・ザ・イヤーに選ばれ表紙を飾った。は、開幕から6連勝。いずれもリーグトップの24勝。5敗、防御率2.32334奪三振、260.0イニング、8巻投を記録し、ナショナルリーグではのドワイトグッテン以来の投手3冠を達成。 シリングと揃って300奪三振を記録し、計47勝を挙げて2年連続の地区優勝に大きく貢献する。カージナルスとのディビジョンシリーズでは、第一戦に先発したが6失点と打ち込まれて、敗戦投手となり、チームは3連敗で敗退した。オフに4年連続でサイヤング賞を受賞。和解幕直後に右膝を痛め、4月11日の ミルウォーキー・ブルワーズ戦では重視失点を喫するなど、不調。4月21日に故障者リスト入りし、5月1日に内視鏡手術を受ける。7月下旬に復帰したが本調子とはほど遠かった。9月19日のブルワーズ戦では、メジャー初本塁打を記録。40歳での初本塁打は後に、バートロコローンに抜かれるまで最年長記録であった。 5月18日のブレーブス戦で13三振を奪い、史上17人目の完全試合を達成。両リーグでのノーヒッターは、史上5人目の快挙で40歳8ヶ月での達成はのサイアングの37歳1ヶ月を100年ぶりに更新する史上最年長記録となった。6月29日のパドレス戦でジェフシリーロから三振を奪い、 史上4人目の通算4000奪三振を記録。9月15日のコロラドロッキーズ戦で、ビニーカスティーヤから三振を奪って、通算4137奪三振取り、スティーブ・カールトンを抜いて、単独3位に浮上し、左腕投手としては、歴代1位となった。111敗を喫して、畜載会に低迷したチームの中で、古軍奮闘し、16勝14敗。 防御率2.60290奪三振を記録した。奪線の援護に恵まれず、勝利数は伸びなかったが、請求力が向上し、投球内容は20勝を挙げた2001年や2002年よりも良かった。サイヤング賞の投票では、クレメンスとの一気打ちとなったが、勝利数以外の全項目で上回ったにもかかわらず2位に終わった。7月にヤンキース、エンゼルス、 ボストン・レッドソックスなど数球団と遺跡交渉をしたが実現せず、12月にヤンキース、ロサンゼルス・ドジャースとの間で、ジョンソンを含めた10選手が絡む三角トレードが計画されたが、ドジャース GM のがメリットが少ないとして、締結寸前で撤退し、破談となった。ヤンキースは、ワールドチャンピオンの切り札として、新しいオファーを行い、 1>, 1月11日に、ハビア・アバスケス、ブラッド・ハルジー、ディオナー、ナバーロ、さらに900万ドルの金銭とのトレードが成立し、移籍した。背番号51は、バーニー・ウィリアムスが付けていたため41に決定し、から2年3200万ドルで契約を延長した。移籍1年目ながら、開幕投手に選ばれ、勝利投手となる。ホルヘポサダとは相性が合わず、 とバッテリーを組むことが多かった。ポサダと組んだ15試合では5勝6敗防御率4.70だったのに対し、フラハーティと組んだ21試合は12勝2敗防御率3.18だった。激しい地区優勝争いを演じた、レッドソックス戦では5勝0敗を挙げるな17勝8敗防御率3.79、共にリーグ2位の211奪三振。 ホイップ1.13を記録し、故障者が続出した先発陣の中で唯一ローテーションを守り切った。チームはレッドソックスを振り切って地区級連覇を果たす。エンゼルスとのディビジョンシリーズでは第3戦で先発したが3回後失点で降板。第5戦でマイクムッシーナをリリーフして無失点に抑えたがチームは敗れ2勝3敗で敗退した。 2009年は1996年に痛めた背中の故障が再発し17勝を挙げたが防御率5.00と不本意な成績だったチームは築1連覇を果たしタイガースとのディビジョンシリーズでは第3戦で先発したが回途中5失点で敗戦投手となり1勝3敗で敗退10月に球団は手術を発表した ファンやメディアにヘキ,ヘキして自らトレードを志願し、1月9日に、ルイス・ビスカイ・イノタ3選手との交換トレードで、フルス・ダイヤモンドバックスに復帰した。6月5日のジャイアンツ戦で8三振を奪って、通算4605奪三振となり、クレメンスを抜いて、歴代単独2位に浮上。6月9日に、クレメンスが、ヤンキースで復帰し7三振を奪ったため抜かれたが、 6月10日のレッドソックス戦で9三振を奪って、再び2位となった。しかし追患版ヘルニアが再発して、手術を受けることとなり、6月28日のドジャース戦を最後に、戦線離脱し、4616脱三振で、シーズンを終えた。は、開幕には間に合わなかったが、4月14日に復帰。6月3日のブルワーズ戦で、クレメンスを抜いて、 再び歴代単独2位となった。その試合から6連敗を期するが、7月に5連勝と巻き返す。大きな故障もなくシーズンを投げ抜き、11勝10敗、防御率3.91を記録した。オフにフリーエージェントとなり、12月26日にジャイアンツと1年800万ドルで契約。ティム・リンスカム、バリー・ジトと,と共にサイヤング賞投手が、 同一チームに3人在籍することとなり、これは2002年のブレーブス、マダックス、トム・グラビン、ジョン・スモルツ以来だった。6月4日のワシントン・ナショナルズ戦で6回を1、失点に抑え、史上24人目の300勝を達成。300勝初挑戦で到達したのは、1985年のトム・シーバー以来、45歳での達成は、 フィルニークロの46歳に次ぐ2番目の高齢記録となった。しかし、打撃の際に左肩を痛め、故障者リスト入り、終盤に復帰したが全てリリーフでの登板だった。1月5日に現役引退を表明。引退後はフォトグラファーに転身。ロックフェスティバル、オズフェストにてカメラマンとして、フォトグラファーピットでいくつものカメラを首にぶら下げている姿を、 バーン、市の写真家人、ハーレルに目撃されている。2011年には、インディカーシリーズ第3戦、ロングビーチ市街地コースに報道カメラマンとして、取材に訪れた様子が、日本のスポーツ紙にも掲載された。2010年4月20日に、東京ドームで東北楽天ゴールデンイーグルス、主催ゲーム、対、千葉ロッテマリーンズが初めて行われた際、 始球式を行うために来日した。2014年5月18日、ダイヤモンドバックスの本拠地、チェースフィールドで行われたドジャース戦の試合前の始球式を務めた。ちょうど10年前のこの日に完全試合を達成したことを記念にしたもの、当時のユニフォームを着ての投球だった。2015年1月、ダイヤモンドバックスのフロント入りが発表され、同球団の 球団代表不特別補佐に就任した。同年、アメリカ野球伝道入り得票の有資格者となり97.3%という圧倒的な支持を集めて伝道入りを果たした。同年に共に表彰されたのは、ペドロ・マルティネス、91.1%、ジョン・スモルツ、82.9%、クレイグ・ビジオ、82.7%。また、伝道入りを記念し、 ダイヤモンドバックスは、ジョンソン在籍時の背番号51を永久欠番にして、同年8月8日に欠番表彰式を行った。メジャーリーグでも稀な2メートル08センチメートルの長身から最速102メートル PH、約時速164キロメートルのフォーシームと2種類のスライダー、スプリッター、ツーシームを投げ分ける。身長の分だけ腕も長く。 しかもサイドスローに近いスリークォーターであることに加えて横に変化する高速スライダーを投げるため左打者にとっては背中越しにボールが現れる上に至近距離で球筋が見極められず非常に打ちづらいことで知られる通算投球回数2千回以上の投手が対象である投球回数九回に対する通算の脱三振率が九点0以上の投手四人のうちの一人で あり、投球回数球回に対する通算の脱三振率10.61は MLB 史上1位である。若い頃は、正球難でヨシ球が多かったが徐々に克服し、脱三振4875とヨシ球1497の比率、脱三振ヨシ球は3.26である。これを、歴代の脱三振上位の投手と比較すると、 シリング、4.38、マルティネス、4.15、マダックス、3.37、ラニは及ばないものの、ダイアン、2.04、クレメンス、2.96、カールトン、2.26、シーバー、2.62、ボブ・ギブソン、2.33、ドン・ドライスデール、2.91、コーハックス、2.93、ラオワマール。 ただし1992年まではこの比率は1.58であった。マリナーズ在籍時から事前事業に積極的に関わっており、ストライクとホームリスネスプログラムにて一生を上げるごとに1000ドル、脱三振一つごとに100ドルを寄付していた。ドラムを趣味としており、自宅にドラムの練習室を作るほど、全室の野球殿堂選出時には、 ダイヤモンドバックスタイレッツ戦中に祝賀セレモニーが行われ、金メッキが施されたニールパートのシグネチャーモデルのドラムセットが贈呈されている。日本の TV 番組で紹介された際には加藤茶とのドラムバトルを披露した。レッドツェッペリンのファンであり、来日の際には西新宿でブートレグ CD を観やさる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。